ました。うらやまチャンネル。どうも、まゆです。皆さん、お久しぶりです。早速ですが、今回はサポーター1000人に聞いた歴代人気選手ランキングを発表していきたいと思います。これまで大勢302人の選手たちが浦和レッズのエンブレムを背負って戦ってきてくれました。長期にわたってレッズを牽引してきた選手や、レッズに救世主として現れた選手、今のレッズがあるのはこうしてチームのために戦ってきてくれた選手たちのおかげです。そんな選手の中から誰が一番人気があるのか、選票の投票が集まるまで募集をかけ続けまして、なんとかサポーターの皆様のおかげでこの企画を開催することができました。ありがとうございます。それでは参りましょう。ファン・サポーターが選ぶ歴代人気選手ランキングはこちら。まずは61位から40位まで一気に見ていきましょう。結果はこちらです。いざ一人だけ選ぶとなると難しく頭を悩まされたという声が多く寄せられました。今はこの選手が好きだけど、歴代で考えるとこの選手が好きということもあって、最近の選手や懐かしい選手、幅広く表に入っております。続いて37位から26位までの順位はこちらになります。じゃん。 SNS をやっている年齢層が若いこともあって、ここ数年の西矢監督やリカルド監督の時代の選手たちが多く集まりました。そんな中、レッズを初の ACL 優勝に導いた永井祐一郎選手、見事26位に選ばれました。やった。続いて25位から11位までは1人ずつ紹介していきたいと思います。25位は昨シーズンレッズの攻撃を支えてきたゴールハンター、キャスパー・ユンカー選手です。24位は日本代表キャプテンを務めました長谷部誠選手です。23位はレッズのキーマンとして今もなお活躍し続ける江坂渉選手です。22位は今のレッズの替えの利かないディフェンダー、アレクサンダー・ショルツ選手です。21位は初のリーグ優勝 MVP に選ばれた田中マルクス・キュリオ選手です。20位は得点王で初代リーグ優勝に貢献したワシントン選手です。19位はレッズの新時代に新たな風を吹かせた小泉佳代選手です。18位は日本代表でも活躍している酒井宏樹選手です。17位はレッズを2度目の ACL 優勝に導いたラファエル・シルバ選手です。16位は天皇杯優勝の立役者となったトミスラフ・マリッチ選手です。15位は浦和アカデミー出身の関根隆弘選手です。14位は驚異のスピードで J リーグに名を轟かせたエメルソン選手です。13位は選手としても監督としてもレッズに貢献したギド・ブーフバルト選手です。12位はレッズ一筋でキャプテンも務めた鈴木啓太選手です。第11位はドリブル突破でサポーターを沸かし続けた田中達也選手です。以上、11位までの発表でした。ここまでの順位になると、それぞれのシーズンでチームの核となるような選手が選出されてましたね。ここからはファン・サポーターのコメントとともにトップ10を発表していきたいと思います。皆さんの1位の予想は誰でしょうか。それでは発表していきたいと思います。第10位は、長きにわたりレッズを支えた浦和のバンディエラ、山田信久選手です。レッズの黄金期のキャプテンとして活躍してきました。どんなポジションでも難なくこなす姿がかっこいいというコメントが印象的でした。続いて第9位は、浦和を支え続けてきたミスターレッズ福田正博選手です。
レッズの歴代2位となる通算93ゴールを決め、数々の勝利に貢献してきました。この男のおかげでレッズが好きになりましたという声が多く寄せられていました。今のレッズはこの男の存在なしには語れません。続いて第8位は今シーズン通算無失点記録第1位となりました、西川周作選手です。最年長としてレッズの最後尾でチームを支える西川選手、ここまで攻撃的なゴールキーパー初めて見た、キック一つ見るためにスタジアムに行く価値ありとのコメントが印象的でした。来シーズンは西川選手とともに一つでも多くのタイトルをつかみ取りに行きましょう。続いて第7位は浦和の10番といったらこの男、ロブソン・ポンテ選手です。2007年には MVP にも選ばれたポンテ選手、ワシントンとの黄金コンビは J リーグ史上最強だったとのコメントが印象的でした。引退後もネッツのためにサポートしてくれるなど、ネッツへの愛がとても伝わる選手の一人でした。続いて第6位はみんな大好き浦和の太陽、柏木陽介選手です。左足から放たれるキックで数々のゴールを演出してきました。ゴール後エンブレムを握りしめる姿が大好きですとのメッセージがとても印象的でした。第5位は浦和から世界に羽ばたいた原口元気選手です。泣き虫でやんちゃだった原口元気選手が今では子供たちの憧れの存在になりましたね。元気がゴール後感情を爆発させる光景は今でも忘れることができませんというコメントが印象的でした。サポーターはみんな原口選手がもう一度浦和に戻ってきてくれることを楽しみに待っているので、また一緒に優勝を目指して戦っていきましょう。続いて第4位は浦和のファンタでした、小野伸二選手です。ここまで来るとやはり有名な選手が多くなりますね。43歳となった今でも現役として活躍し続ける小野伸二選手、エンジェルパスは何度見ても最高、彼のボールタッチの柔らかさを超える、日本人選手は未だ見たことないというメッセージが印象的でした。1年でも多く現役でプレーしてたくさんの夢を子供たちに与えていってほしいです。第3位はプレーでもムードメーカーとしてチームを牽引してきた牧野智章選手です。レッツで数々の記録にも記憶にも残るプレーで活躍し続けてきた牧野選手、天皇杯のゴールは一生忘れられない、浦和で引退してほしかったとのメッセージが多く寄せられていました。牧野選手にはもっともっと日本のサッカー界を盛り上げていってほしいですね。続いて第2位は2度の ACL 優勝に大きく貢献した阿部勇樹選手です。阿部選手がキャプテンになってから優勝目前で敗れてしまう試合が多くありましたが、そんな中で掴んだ ACL 優勝、浦和にタイトルをもたらしてくれてありがとうと感謝のメッセージが多く寄せられました。今度は監督として最初に戻ってきてくれることを願っています。では栄えある第1位はじゃん、浦和のエース興梠慎三選手です。 J リーグ歴代2位の163ゴールをマークし、ここぞという場面で決めてくれる絶対的エース、ゴールはもちろん技術も身体能力も全てが天才、人柄も含めて全部が大好きなどのコメントが多く寄せられました。現在は札幌へレンタル移籍中の興梠選手、来シーズンは最下の地で共に戦ってくれることを信じています。いかがだったでしょうか。比較的タイトルに貢献した選手や長期にわたって
躍してきた選手に多く票が集まった印象でした。それにレッズ一筋の選手やアカデミー出身の選手にも多く票が集まっていましたね。酒井宏樹選手に関しては海外のサポーターからも票が入るなど、改めてワールドクラスの選手であることを実感しました。一人の選手が好きでそこから浦和レッズも好きになったというサポーターが結構いて、いろんなきっかけで選手を好きになったりレッズを好きになったりと、皆さんの好きになった経緯を知ることができる非常に面白い企画になりました。今後もこの順位を覆すような選手たちがいっぱい現れてくれることを願っています。今日の動画はこれでおしまいです。